だ。時間です。わーい、やった、今日の料理当番やらなくて済む。わーい、負けた。ということで、ご飯よろしく。ご主人様、我ながらいい味、天才。何か言ったか。ああ、表にゴミを捨てに行ってきます。お前ってアンドロイドに好かれるたちなのか。私もそんな気がするな。私は知らないぞ。うるさい。え、そうだな。平野先輩、ロボットが壊れちゃった。汗かいてるの。ロボットって汗かくの？あ、ユイト。治るのか。見るって分かんのか。恥ずかしいです。ご主人様、スーは平気です。あ、こうなってたのか。
おい。なんだそれ。お前のか。治りそうか。ロボットでも熱出すんだな。看護用ロボットだからあまり外の作業に向いてないのかな。壊れたら粗大ゴミで市に引き取ってもらうの。何よ、大きな声出して。ご飯、先に食っとくぞ。ご主人様。もう平気です。でも、ご主人様、ご飯が。はい。ご主人様。いえ、ご主人様のところにもロボットがいたんですか？壊れたんですか？スーが壊れたら捨ててください。スー、古いからきっと修理にお金かかっちゃいます。
ユイト。治ったのか。そうか、よかった。ホメオスタシスシステム？なんだそれ。ホメオスタシスって恒常性のことだろ。恒常性って何？それがついてんのか。ロボットにもメジャーマイナーがあるのか。筐体？ああ、体か。中身って、そのホメオスタシスシステムとか、ロボットの感情回路とか、制御コンピューターのことか？わからん。お前、変なことに詳しいな。料理とかロボットとか。
スー、ここに来ると懐かしいけど悲しくなります。スーの場合は最初にメモリーに入っていた内容がデジャブーです。ご主人様はスーに会った気がします。少しだけ嬉しい。なんでもないです。はい、ご主人様。